はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間でございます。今週もですね、もう七夕過ぎまして、やっぱり星の話っていうのはこの時期ね、やっぱり楽しくなるじゃないですか。で、今例えばこれを収録している人は木星と月がすごく接近してて、なかなかいい雰囲気見せております。惑星同士ですからね、接近すると仲いい景色なんで、スマホでも最近綺麗に撮れますから、皆さん見てね、撮ってもらえたらいいかななんて思ってます。まあ夏です。だから夏はやっぱり星空のシーズンということで、今回もですね、まあ、惑星ドーンの話だとか、まあ、火星の衛星の話、その他いろいろですね、大気酸素が豊富だった火星の話、いろいろやってみたいと思いますので、皆さん頑張ってね、楽しんでくださいということで、ちょっと待って、最初のところで言っておこうかな。面白い話いっぱいあるな。そうそう、大西さんもね、ついに旅立ちましたんで、旅立ったってどこ行ったんだよ。さあ、そんなわけで行ってみましょう。まずは探査機ジュノの話からかな。それでは行ってみたいと思います。星空の招待席、今日も一人で行います。よろしくどうぞ。はい、ということでね、探査機ジュノーってのがありまして、木星周回軌道への投入に成功したってことなんです。これは2011年の8月に打ち上げられた NASA の木星探査衛星ジュノーが、日本時間の5日過ぎ、無事に木星周遊軌道に、周回軌道かな、に投入されたと。約20ヶ月ですね、の間、内部構造や大気磁場などを観測する予定だってことです。で、今までもね、もう木星にはたくさんの探査機が行ったんです。だけどね、今回のすごいのは、もう木星のすごいところまで接近するんですよね。というのは、2011年8月に打ち上げられたですね、NASA の木星探査ジュノーが5年ぶりですね、約5年に及ぶ旅の末、アメリカ米国時間の、7月4日、独立記念日に木星に到着しました。はい、日本時間の5日の12時53分、秒速、542キロ。分の減速を行うために、まあ、すごい減速ですよね。約35分間のエンジン噴射が無事に完了したことを、カリフォルニア州のジェット推進研究所と、コロラド州のジュノー運転センターで確認し、ジュノーの木星周回軌道の投入は見事に成功したと見られるということですね。最近はこれ、イオンロケットとかいろんなもうその方法があるんで、その噴射基準どうかわかりませんけど、35分も噴射できたことはすごいですね。あと、探査機は完全に移動してくれましたっていうことなんですけど、中華軌道の投入が成功したんだけど、最も大きなステップだったらしいですね、これは。はい。ジュノーのプロジェクトマネージャーがそう言ってるらしいです。で、今回数ヶ月かけて、探査機のサブシステムの最終テストや、搭載機器の調整などが行われるところです。正式な観測開始は、今年の10月だけど、データの取得はそれまでよりも早く始められそうだということですね。で、高さ 3.5 メートル、直径 3.5 メートル、重さ 1.5 トンのジュノーは、木星の、北極上空から南極上空を通る、極軌道を回りながら、搭載されている、9つの、機械を使って調査を行うと。木星における固体核の存在、木星の中心はどうなっているかですね、磁場のマッピング、それを地図に作ると磁場でね、はい、大気の奥に存在する水やアンモニアの量の測定、オーロラの観測などから木星の起源や内部の構造、大気の磁場の、件を調べ、木星の形成と進化に関する理解を深めることが目標だと。探査期間は、これ18年の2月までの約20ヶ月間で、月じゃない、これは木星の周りですね、を37周する予定だと。うん、木星は太陽と同様に水素ヘリウムといった軽い気体を、大量に含んでいるため、太陽系がまだ若く軽い元素が豊富だったと残された時代に建設されたと惑星ではないかと考えており、ごめんなさい、もう一発。はい、木星を調べることで太陽系の、初期に関する情報が得られることも期待されていると。太陽系全体や太陽、系外惑星とかね、の、理解向上にもつながるだろうということです。ジュノーに関する、史上初や史上最高の、事柄って何かということをちょっと読みますね。うん、原子力電池ではなく太陽電池を使った木星の初ミッションと、これすごいです。原子力電池じゃないってことだ。太陽発電を使った電池ですね。はい。そして、太陽電池を使ったこれまで最も地球から離れた探査機だということですね。木星は遠いってことです。外惑星の極軌道、北極や南極を通る軌道を回る初のミッションである。普通は赤道を回るんですよね。あと、木星の最上層の雲まで約5000キロに迫る、接近飛行。これ相当近いところ行くってことですよ、木星のね。はい。これは楽しみですね。木星の放射状態の中心部で移動できるように設計された初のミッションであるということですね。
はい、あと搭載している観測機器を木星の放射状から守るために放射線ですね、チタン製円筒搭載をしているということですね。なんか新しいその防御機器、秒速58キロというこれまで最も速い速度で、惑星の周回軌道に入る探査機であると。あと最後にもう一つ、木星の観測史上最も高解像度の撮影をするということです。すごいですね、そんなことをして木星を回るらしいです。はい、もう一つの記事いこうかな。これね、いろいろあるんだけどね、火星よりこっち行こうかな。まあ火星の大気は酸素が豊富だった話はこの間したと思うんですけど、火星の衛星はね、巨大衛星が衝突したからできたんだろうということです。で、火星の衛星フォボスとダイモス、デイモスとも言いますけど、の起源は、まあ、捕獲説と巨大天体衝突説が考えられているんですけども、コンピューターのシミュレーションで、巨大天体衝突の説が、まあ、非常に有力だと検証されたということですね。もう、これ解明だっていうぐらいですね。まあ、地球の月の起源と同様、火星の衛星もジャイアントインパクトによって形成可能だということです。まあ、どっちか分かりませんけど、まあ、月が本当にジャイアントインパクトだったかってことは実際結論も出てないんですけどね。まあ、どちらにしましても、火星の部品の一つが散らばった破片が回ってるんだろうと。大きさがちっちゃいんですよね。まあ、質量が火星の1000万分の1と非常に小さいと。ね。半径が10キロぐらい。なんですよね。で、地球の約100万分の1ぐらいの重さしかないと、いうことなんです。で、どちらの衛星も形状がいびつであって、円軌道ではないと、いうことですね。まあ、しかし構造、まあね、捕獲説の場合だと、火口の赤道面を回っているという運動を説明するに極めて困難なんですよね。だからそんなことを考えたときに、これは捕獲したんではなくて、いや、ジャイアントインパクトで出た破片が火星の周りを回っているんだろうっていうのが、まあ今、主軸になったってことですね。これもね、相当いろいろ考えられて、やっぱり今作られたってことで、まあ形成過程の話とかそういうのは今後分かってくるでしょう。だけどこれもね、結論じゃないんですよね。あくまでもこうだったらこうだろうという仮定でしかないということで、まあ答えが出るのはこういうのは逆にもっとうんと先です。はい、じゃあね、あと最後にもう一つぐらいかな。まあこれね、大西さんが七夕フライトで、旅立ちました。日本人の、宇宙飛行士の大西拓也さんというのかな、の3人が長期滞在を乗せた滞在員を乗せたソユーズ宇宙船が7月7日、午前カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられたということですね。9日午後に国際宇宙ステーションに到着予定となっているということです。はい、で、まあ、これは大西さんたち3人を搭載したソユーズ宇宙船、カザフスタン共和国、バイコミール宇宙、まあ、基地から、現地の時間7月の7時36分、日本時間の10時36分に宇宙へ飛び立ったと。ソユーズは順調に安定して飛行して、無事に10時46分に地球を周回する軌道に入ったということです。ここからドッキングして移動するまでがまたあるんですけど、なんとか行ったでしょうと。ね。ソユーズは2日間の間、飛行の後、日本時間の9日土曜日ですね、13時22分、国際宇宙ステーション、ISS へドッキングする予定となっていると。入室は13時50分頃、ライブ中継も予定していると。これはNASA でライブ中継やるんじゃないですかね。で、大西さんは2009年に宇宙飛行テストに選ばれた、まあ、その過酷な、まあね、経路をいろいろ経て、2011年に航空会社 の元パイロットとしては、まあ、日本人初の宇宙講師となったっていうことです。まあ、13年には ISS の補給航路といい、4号ミッションで、地上管制官をやったってことですね。ミッションに成功したことに貢献したということです。まあ非常にこれのところ、大西さんとかね、日本人は非常に細かい作業ができるので、今重要だってことなんで、これが楽しみなんじゃないですかね。これからまた、毎回毎回ね、いい成果上げてくれるんでね、これは僕ら楽しみにしたいと思います。まあそれ以外にもね、いろんな記事あるんですよ。まあ題名だけ読んだらいいかな。瞳が見た、意外に、と静かな銀河系中心の高温ガスというと、まあ、観測衛星瞳ですよね。それとか八ヶ岳の総合博物館で、七夕のモバイルプラネタリウムを投影と、本物見ろよって言いたいですけどね。はい、動画で学ぶデジカメの処理とか、まあそんなのもあります。まあですが、まあいい感じですかね、今週も。はい、こんなことで、今週星空の話です。まあ八ヶ岳の話出ましたけど、これだけちょっとだけで簡単に、もう時間がないんで読みますけど、まあ星が見えない時どうしてるかってことは、博物館に行ったらいいでしょうと。これはね、保育所を招いてモバイルプラネタリウムの投影を行ったりなんかしてるらしいです。で、本格的な投影は、定期投影は7月の23日からってことなんで、まあ機会があったら見てあげてください。八ヶ岳に行ってあって、本当は生の星が見えちゃうだけど、やっぱりプラネタリウムはね、それなりの文化ですから、これは見てもらう。さあ、マイクを取りました。
さあ来週どんなことがあるか、まだアメリカにいますので、なんか星が見えたら星の旅行もしましょうということで、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。